はい、皆さんこんにちは、渡辺です。前回の動画で、軍の、作用についてお話をしました。今回は軍の作用が与えられると、自然に生じる軌道についてお話をしたいと思います。それでは早速始めましょう。はい、それでは、軌道についてお話をしたいと思います。早速定義ですけれども、群 G が集合 X に作用すると、まあ、そういう場合を考えましょう。でその時、ラージ X っていう集合の元、スモール X に対して OX というのを、まあ、このように定義します。これは何かっていうと、もともと、ですね、作用というのを思い出してみると、作用というのは G かけ X から X への、まあ、このような写像でした。それで A1 というのと A2 という、まあ、2つの条件があって、まあ、その条件を満たすものというのが定義でした。まあ、ここで A1、A2 が何だったかっていうのがパッと浮かばない人は、もう一度、作用の、復習をしてください。でですね、このように作用が与えられているときに、一応確認ですけれども、G と、まあこれ写像なんで、G と X っていうペアに対して何かしらの X の元が定まるわけですね。その元のことを GX とか G.X とマークを書くことにしましょうという話でした。ですからこれは、ここの GX というのは、ここの意味での、GX です。で、まあこういうふうに書けるようなもので、スモール G を、ラージ G の元すべてを走らせることによってできる集合 OX というのを、これを X の、G 軌道、G オービットというふうに呼びます。で、またですね、スタブ X と書いてますが、これは何かというと、G の部分集合なんですけれども、GX、まあ、X を G で移しても X のままであると。まあ、そのような G の弦全体のなす集合をスタブ X というふうに書くことにしまして、まあ、これを X の安定化部分群、まあ、スタビライザーというふうに呼びます。で、安定化部分群というふうに言ってるぐらいですから、実際にスタブ X というのは G の部分群になります。まあ、そのことについてはここでは証明せずにですね、皆さんそれぞれ証明をしてみてください。で、この軌道というのが作用を考えるときに非常に大切になるんですけれども、まあ、このそもそも軌道というのは、まあ、どういうものなのかっていうのをちょっとまあ例を見てですね、皆さんに、どのようなものか分かってもらおうということで、まあ、次のような線形変換を考えます。r θ というふうに書いたら、これは cosθ マイナス sinθ、sinθ、cosθ。まあ、ここの行列で与えられるような GL2R の弦だとします。これ何だったかというと、これは原点を中心とした、まあ、θ 回転を表すような行列でした。で、そのようなもの全体のなす集合を SO2R と書きます。でこれ簡単にわかりますが、これは GL2R の部分群になりまして、これを二次と、二次特殊直行群、スペシャルオーソゴナルグループというふうに呼びます。そうしますと、GL2R っていうのは R2 に作用しましたよね。それはどういうふうに作用するかっていうと、本当に、皆さんがよく知っている形で作用します。というのは、ここの A と、行列 A とベクトル V に対して、V を行列 A で移した AV というもの、これを対応させるというので、この写像っていうのが、まあ、GL2R の R2 への作用を定めました。なんですけれども、SO2R っていうのは GL2R に入っていますから、まあ、これで定まる作用の、まあ、制限として SO2R は R2 に作用します。で、まあ、このことに注意しまして、じゃあ、この作用に関して軌道っていう、いわゆるですね、ここの軌道というのは何になりますかっていうのをちょっと考えてみましょう。はい、ここまでは同じことが書かれています。で、1、0っていう単位ベクトルを考えまして、これの SO2R 軌道というのがどうなるかというのを考えましょう。そうすると、まあ、定義から O の V、これが V の軌道ですけれども、っていうのは Rθv、で、θ は R 全部を動くと。まあ、こういうふうに与えられるものです。で、Rθっていうのはそもそもこれでしたから、こいつに V っていう1、0っていう
ベクトルをこうかけてあげるわけですよね。1、0っていうのをかけます。そうすると、まあ、こことここ、こことこことかっていうのをやると、結局これ何が出てくるかというと、コサインシータ、サインシータというのが出てきますね。で、シータは R すべてを走るということで、OV っていう V の軌道はこういうふうにかけることが分かりました。そうするとこれ何かっていうと、まあこれ皆さんよくご存知な通り、これっていうのは原点を中心とした半径1の円になるというわけですね。で、そうしますと一般に、この V っていう R2 の、あ、ここだから、ちょっとだけ、語弊がありますね。ここ、V が0じゃない場合というふうに仮定してください。V が0じゃないとすると、SO2R 軌道っていうのは原点を中心として、下 V を通る円となります。これは実際に V を何か具体的に置いてあげて、Rθ(V) っていうのをまあ計算してくれればわかると思います。で、V が0の場合は、ちょっと、違くて、この場合っていうのは原点、だけからなりますね。ここっていうのは、原点は00っていうベクトルですから、どんな回転をしても、その00のままです。ですから、この V が0の場合だけ、SO2R 軌道っていうのは原点のみからなる。一点集合になります。はい。でですね、じゃあ他に軌道って、だから、これ分かりますかね？こう、だからこの V が、SO2R をこう作用させることによって、こういうふうにいろいろ動いていくと。で、その動いていった、そのパラメーター付けられて動いていったものの、まあ、軌跡のようなものですよね。なので、まあ、これが軌道、オービットというふうに呼ばれるっていう、まあ、ゆえんは、まあ、そういうところにあるわけです。で、他にじゃあ、軌道の例としてどのようなものがありますかというと、例えばですね、群 G とその部分群 H を考えまして、G には二項演算が入っているので、そこから、それを H に制限することによって、H が G に作用します。そうすると、まあ、この作用に関する、B の軌道っていうのは、まあ、どうなるかっていうと、これ、まあ、簡単に分かる通り、これは右上より HB というものが出てきます。で、一方で、ここでは、この講義では基本的に作用といったら左作用を扱っていますけれども、同様に右作用というものを定義して、今の場合は G×H から GA に、また二項演算から定まる写像として、このようなものを考えると、これは右作用になります。で、この右作用に関する A の軌道を考えると、こちらは左上葉類になるというわけですね。はい。ですから、まあ、すいません、こっち行っちゃいましたが、今まで扱ってきたその常用類なんかも、この軌道を用いて、軌道とか作用の観点から、まあ、こう、説明することができます。で、最後に、まあ、非常に重要な結果として、軌道安定化部分群定理と書くべきでしたかね。オービットスタビライザーセオルムというのを証明します、紹介しましょう。安定化群、まあいいですかね。定理4として、まあ、状況としては G が X、群 G が X にこう作用しているという状況を考えます。で、スモール X というのはラージ X の限です。その時に、スタブ X というのは、そもそも G の部分群になるという話でした。で、そうすると、G をスタブ X という部分群によって乗与することができますね。で、その、ここで左常用類全体のナッシュ語を G オーバースタブ X と書いています。で、その時に G オーバースタブ X の弦と、X のオービット OX の弦というのが G スタブ X を GX にこう対応させるという対応によって、ウェルディファインドかつ、全体写になるということが、知られています。で、特にですね、G が有限群の時を考えますと、まあ、こいつっていうのは、ラグランジュの定理を思い出すと、これは、G を、これで割ったものですね。こういうふうになっています。で、これの数と、
OX の、オービットの弦の個数が等しいというわけですから、ここから、これスタブ X の位数をこう払ってあげれば、これが出てきます。はい。ということで、例えばですね、何かしら有限群が与えられたときに、この作用を考えることによってとか、オービットを考えることによって、こんなような式が得られますよというわけです。で、これについては、皆さん各自で、証明に挑戦してみてください。というわけで、今回は、作用から生じる、軌道というものと安定化部分群というものについてお話をしました。はい、今日はここまでにしましょう。